私別線は日本国有鉄道及び北海道旅客鉄道が運営していた鉄道路線である。北海道川上郡しべ茶町のしべ茶駅で専門本線から分岐し、べ別郡べ別町の根室べ別駅に至る本線と同郡中べ別町の中べ別駅で本線から分岐し、根室市の厚床駅で根室本線に接続する支線から成り立っていた。 国鉄再建法の施行により、1985年8月に第二次特定地方交通線に指定された。その後、JR 北海道へ承継されたが、1989年4月30日に全線廃止となった。過去には、釧路からの急行列車の乗り入れもあった。年表を参照。廃止当時は、普通列車のみの運行であった。シベチャネムロ別館は、 本線的扱いを受けており、本数も多かった。本線原野の林産資源並びに、鉱産資源の開発を目的として建設された、鉄道で、改正鉄道不設法別表第149号に、規定する根室国厚床付近より、市別を経て、北見国車里に、イタリール鉄道の一部並びに、第150号、根室国中市別より、 白国しべちゃにる鉄道である当時は北海道庁などによる植民軌道が敷設されていたが、輸送力の限度と動力に用いていた馬の維持にかかる経費が問題になり、輸送力の増強が求められていた。交通の不便さから開拓地を放棄せざるを得ないものも現れ、深刻の度を増していた。開拓民の度重なる請願により、 先日の鉄道敷設法の改正を見た。開拓民の間でも海沿いを走る海岸線と内陸部を走る原野線の両派に分かれた激論があった。結果的に原野線が建設ルートとして選択された。建設は厚い床側から進められ、1933年に西別までの第一航空が完成、1934年に 第2コークにあたる中市別に到達した後、1936年に、標茶から標茶線が、計根別まで改良し、1937年に中市別まで延伸された。同時に、中市別から根室市別までの第4コークが完成し、全通、市別線と標津線を接続し、市別線を標津線に編入の上全体を市別線とした。 これは、釧路港を要する釧路までの需要があり、市別から釧路に行くには、厚床を経由するよりしべ茶を経由した方が近いという理由があったためとされる。別表第149号の根室市別園については、戦時中に特幹工事で建設が進められていたが、1957年に、シャリ、越川間が、根北線として開業したものの、すでに沿線は過疎化が進んでおり、 わずか13年後の1970年に廃止された。越川根室市別館には建設途中のまま放棄された路盤の遺構である越川橋梁が残っている。分岐駅の中市別周辺の発展と日本海軍市別第一航空基地、市別第二航空基地、日本陸軍ケネ別飛行場の建設と観光ブームによって注目を浴びた時期もある。しかし、 終点である市別町や起点である根室市の求心力の低下と串路市への所要時間などの諸問題により利用客と貨物取扱い高が1965年頃をピークに減少を始めた。道路の整備に伴い沿線にもモータリゼーションが進み旅客営業も低迷した。すでに1950年代には換算選区対策として開発されたレールバスである 企ハ令算型が導入されている。1968年には赤字83線に選定され廃止論議が持ち上がった。一時は廃止を免れたものの、1970年には営業係数が405に悪化するなど年々赤字が増えていった。いくつかの駅を直営駅から業務委託駅に展示させ、経費の圧縮を試みたが焼け石に水であった。 1980年に国鉄再建法が成立すると第二次特定地方交通線に指定されたが、当期の代替輸送に問題があるとして他の参戦とともに一時廃止承認が留保された。しかし結局1985年に問題がなくなったとして追加廃止承認された。国鉄分割民営化後も2年ほど旅客営業を継続したものの、 1989年4月30日に全線廃止となり、バス路線に転換された。しべ茶線は地元では、軽根別線とも呼ばれ、現存する資料にも、軽根別線の故障を使用するものもある。しかし鉄道省北海道建設事務所では、しべ茶線の故障を用いていたため、本校では、しべ茶線を使用した。いずれも、山田洋二監督作品である。 ありがとうございます。